こんにちは、こんばんは。よろしくちゃ、むちゃです。今回はオレンジブラッドっていうゲームやってきます。これ簡単に言うと、可愛い女の子たちがサイバーパンクな世界でドンパチするっていう感じのゲームです。舞台は沖縄なんだけど、なんかみんなの知ってる沖縄とは違う、なんかニューコザっていう、なんか世紀末感あふれるなんか人工島で、そこでなんかその今ね、画面に出てる 4人の女の子が戦うんだって。絵もドット絵で、結構8ビット絵とか好きだからさ、やってみたいなと思ってプレイしていきますかなんだこの始まり。はい、じゃあやっていきます。コロラド州フローレンス連邦刑務所。あ、刑務所からスタートなんだね。この女、中国系か背後関係は確認しただろうな。日系人です。ニューコザの外相と残留、そいつはおあつらい向きだ。関与の露見につながる。現状認識として現地の、ああ、読めない。継続的。ペギンやノボシビリクスの田舎者どもに口実を与えて、あ、早いね。全部読めないや。今、刑務所で、このピンクの髪の子が、主人公の女の子かな？資料は確認したが、にわかには信じられんな。いかにも品性に欠けるアホ面だ。この女がコンピューターの選定したプロだと？あはん。大変言いづらいんだが、マイク、もう入ってるぜ。これは失礼した。いやいや、下手を打ってこんなところにいるのは紛れもない事実だ。実力を疑うのも当然だろう。依頼者のインテリジェンスの不備から降って湧いた災難と言いたいところだが、これはこっちの事情だものな。いやあ、ふむ。よく見れば、理知的な顔つきに見える。うちの犬にそっくりだ。褒めてんのかな？めっちゃけなされてるようにしか聞こえないけどね。では、改めて、聴取を開始しよう。建設的な話ができると。君が協力的である限りはな。これはお互い利のある話だ。おー、音楽がいいね、やっぱ。1ヶ月後沖縄近海。でね、あんたのことは兄貴からよく聞かされてたんすよ。軽犯じゃ何度も命を救われたとか。あんたが来てくれて心強いっす。パイプラインストリートイレギュラーズは今。あのなぁ、私はギャングの手伝いに来たんじゃない。お前たちは、やさを貸すだけ。あのろくでなしにゃ、その程度じゃ利子にもならねえ負債があるんだ。理解したか、メガネコ。わかってますって。あ、音楽かけます？こう見えて、DJ やってるんすよ。これ、新作のミックステープ。この、左の子、めっちゃドクタースタンプあられって。ドクタースタンプあられに似てるね。かわいいわ。なんか喋ってる時にこう名前が出ないからさ、何ちゃんかちょっとまだわかんないね。わかってなさそう。かわいい。ああ、いいね、空飛ぶ車。これは海の上を飛んでるのかな？はいはい。あんたか、アイスマン。お勤めご苦労様、とでも言っておこうか。ふざけろ。まあ、感謝はしてるさ。そうしてくれ。君の任務は、里帰り兼宝探しだ。対価は、即時釈放、および犯罪記録の全抹消。加えて、20万ドルの報酬を用意した。あ、捕まってたんだ、この子。ずっと捕まってたのかな？まあ、刑務所にいたしね。まだ釈放されてないのかな？一時的に出たのかな？まあでも釈放してくれて犯罪記録全抹消っていいんじゃない？どれぐらい犯罪を犯してきたんだろうね。結構やってきたのかな。夏休み子供スペシャルの出しにした。破格だな。君にはニューコザのメインストラクチャーを調査し、
再起艇部への安全な侵入ルートを確保してもらう。一番下まで行けばいいってことかな。なるほど、閉鎖区間か。そうだ、施設を管理していたノースアメリカンオイルが撤退して後、元下級職員や不法移民が住み着いて好き勝手に増築した結果がそのありさまだが、中央構造部は頑固なセキュリティが行き続け、巨人の侵入を拒んでいる。なんかハッカーとかがちょ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 ってやったら開かないもんなんかね。だがよ、閉鎖区間の掃除ならカンパニーのシューターに任せりゃよくないか。残念ながらそれは不可能だ。実質的な5カ国共同統治領である景品、これは景品特別行政区で景品ね。了解です。同様いな、それ以上にサウスジャパンの対中防衛戦に取り残された形で残ったこの島は、我々が長期に及んで活動するためには要する政治的配慮が複雑に過ぎる。まあそっちの世界でも結構この政治沙汰がいざこざがあるんだね。結構無論最終的には私も現地に飛ぶが、君のルート確保が政府の要だ。任されな、これでも少なからず名の通ったトラベルバスターだ。二等でゼロスコアは保険に関わる。スペアを取るとこ見てろ。長年留守にしたが変わってねえな、相変わらず汚い街だ。っておいおい、フライトデックにいつの間にあんなビル建てたんだ。はは、屋上にジャグジーがあるぜ。お前の兄貴もやりゃできるじゃねえか。すごいね。この真ん中にあるやつがジャグジーかな。めちゃめちゃいいじゃん、豪勢。あ、いや、あれは、さっさと降ろしてくれよ。コロラドからこっち。飛行機はエコノミー。車はクソったれのローライダーだ。ケツが痛くてしょうがねえ。まずいな。はい。なに？早速誰が来たの？おい、なんだこいつら。どう見ても身内じゃねえぞ。それが、実は、フライトデッキは今、ロシア人の島なんす。はぁ？じゃあ、あのでかいビルも。ええ。ホテルサンライズは、ロシアマフィアの古城っす。くそー。トランクに何か武器あるか？お、初バトルー。いいねー。この、テクテクテクみたいな、DJ 音みたいな。スクラッチ音か。じゃあ、とりあえず敵の情報を見るかな。ビッグガン、AB ガンの。HP が 15,500。攻撃力 1,475、防御力 147。強くない？デフォこれ。こんなもんなんかな。はぁ。主人公のピンク髪がバニラちゃんで、右の帽子かぶってる DJ がマチコね。DJ マチコ。この HP で勝てんのかな？一回やってみるか。アサルトライフルで、ターゲット。マチコもアサルトライフルで、おえあい。ワンポンやないかい。ああ。ワンパンでやられましたね。強ない相手。ゴミは必ず指定の集積所に。はーい。いやー、負けちゃったね。勝てるんかな、あいつ。見てて、クソ、出だしから最悪だ。車も壊されちゃいましたね。仕方ねえ、あいつらのことは後だ。シャングリラに戻るぞ。クラブシャングリラだよ。殴られすぎたか？すぐそこじゃねえか。てめえらの家もわからねえってのは重傷だぜ。あ、いやそれがっすね。あ、これもまた取られてるパターンかな。アイアンボトム配置。まあ話は分かった。お前の兄貴は2年前にくたばって、イレギュラーズはほぼ壊滅。フライトデッキはロシア人に、シャングリラはビヨンズ、あのいけすかないアーミーグリーンの連中に乗っ取られたんす。
マネーメーカーか。あんな口先野郎をのさばらすとは情けねえ話だ。まあ過ぎたことはいい。問題はだな。狭すぎだろお前の家。ワンルームかなこれ。アイアンボトムハイツじゃいい方のアパートなんすけどね。これで？やばいね。これトイレとお風呂なくない？水回りどうしてんだろうね。風呂はないっすけど。え、どうしてんの？マチコ風呂入ってないんか？あ、トイレは共同なんで出て右に。出て。オッケーオッケー。仕方ねえな。それじゃあ仕方ねえ。ギャングの手伝いはしねえと言ったが、おギャルとシングルベッドで寝るのはなおさらなし。潰すぞ、今夜、ビリオンズ。ほい。なんかセーブが入ったね。はい、セーブしました。これは弾かな。あ、弾と銃。お使いご苦労、武器はどうにかなったな。代金はきっちりもらえますからね。ははこれから戦争って時だが、それだけ口が回れば心配ねえな。ロシアマフィアに散々怒られて吹っ切れたか。いいこと言った風にごまかしても無駄っすよ。金の問題はうやむやにするほど後で揉めるんです。リアル。まあそうだよね、お金の問題はね、大事。くっそマジで吹っ切れたなこいつ。クラブシャングリラへ行け。手に入れた武器は装備メニューを開いて装備しろ。アイテムメニューのクエストアイテムタブから行き先のメモを見ることができる。ミッション的なやつがアイテムの、あ、クエストアイテムに出てるね。シャングリラに向かうが今やるべきことかな。で、装備は整えるかな。あ、自動装備あるんだね。自動装備で一番強い武器に自動的に装備変えてくれるんかな。脅威度と SP 上昇率が上がるけど攻撃力は上がってんね。よしよし。キックス、靴とギアはなさそうだから OK かな。マチコは？はい、マチコが強くしていくと。うわー、これ洗濯機か。部屋の中に洗濯機置けないタイプね。これ、外にある。たまーにあるよね。いや、ゴミ。マチコ、ゴミ捨てろよ、ちゃんと。ここに置くな。狭苦しい家だな、まったく。他の部屋には入れないと。トイレ一つか、先に。はい。左上のマップが出てるんだけど、これなんか緑にマークされてるから、こっち向かっていけばいいのかな。アイアンボトムハイツ出たから、左上にシャングリラがあると。よしよし。いい時間だ、シャングリラに向かうぞ。え、緊張してきたし。トイレ行ってけよ。漏らしたら絶好だぞ。本当だぞ。いや、この階段をリアル。いいね。登っていくか。登ると、ここでこれがシャングリラだよね。さて、懐かしのシャングリラだ。入り口のチェックはどう抜けるつもりなんすか。お前を買い物に行かせた間この辺を散歩してたんだ。あ、めっちゃ被ってる。何今の。ビリオンズの連中は？あ、ビリオンズの古城だ。はい、なんか喋ってんね。どこまで読んだっけ。何人かに金をつかませたエントランスの近くでわざと揉めてくれるように。あ、やってんね。でな、これで入れるんだ。よしよし。あ、いるね、こいつらか。揉めてるやつらは、うちはそういう店じゃねえんだよ。いいから女呼んでくれよ。困るんだよな、お客さん。あー、クラブにいそう。ここで世界平和、環境に優しい。世界平和、クジラの命が大事。引っ込め、たくそ。一品の集会じゃねえぞ。
ろくもひでえが、ダセーライムだな。完全に客がしらけ。え、今のラップだったの？あんな歌詞作る？めっちゃ環境に優しいじゃん、二人。どうします？ここまで来たんだ。もうなんだって。よし。じゃあお前ラップしろ。は？もともとお前の箱なんだから、お前の客だろ。しっかり楽しませろ。いやいや、もうちょっとやり方あるでしょ。それに、私は、ラッパーじゃない。DJ っすよ。フロントでラップするタイプじゃん。確かにね。DJ ってラップもできんのかな？できないの？はぁ？全然できますけど。あ、煽られたら乗るタイプね、ちゃんと。そう来なくちゃな。行くぞ。くそ、勝ち込みだ。あ、占領したね。よー、シャングリラ、盛り上がってるか？これから私の連れがラップをぶちかます。マジでドープなやつだ。 DJ オートマチコ。いやいや、盛り上がってるか？じゃねえよな。盛り上がる要素がね。だがま、みんな聞いてくれ。曲は、おい、後ろのやつ、これかけてくれ。あ、マチコのカセットじゃん。やつら、ステージに上がってるぞ。イレギュラーズだ、殺せ。こいつらは引き受けた。客の方は任せるぜ。オッケーボス、ショータイムだ。ウェルカムトゥーニューコーザー。じゃあバトりますかね。さっきロシアンのやつらめちゃめちゃ強かったけど、ここは？あ、攻撃力が10で防御力が8と。あー、だいたいそんな感じか。あ、こんな感じだったら倒せそうだね。じゃあアサルトライフルでいきますか。このドってやつが強かったな。あ、余裕じゃん。いけそう、これ。バニラ一人でもいけるね。攻撃時には一発ごとに AP、弾薬を消費し、AP がなくなると自動的にリロードを行う。この際、次のターンまで回避率が0となり、無防備な状態を晒すことになる。おい。AP がなくなる前にコマンドからリロードを実行すると一旦消費して AP をフルロードできる。じゃあ AP の数も見ながら戦っていけばいいね。おい。あ、なんかスキルはディープブレス。使用者は一旦の間命中率とクリティカル発生率に 50% のボーナスを得る。あー、使っちゃう？でもデッドアイ使いたいね。これは8回連続で敵単体に強力な攻撃を行うって書いてあるね。50まで貯めるか。まだ AP いけるね。いや、敵なんか半袖に短パンだけど、こんな感じでマフィアやってんのか。なんかマフィアってなんかスーツ着てるイメージあるけどね。次だ、行くぞ。お、経験値53。あ、レベルアップ、やっと。フラグメントキーが4つと。俺にぶっ殺されてるやつがいるらしいな。あ、誰かと思えばケンジの妹か。あ、そうだぜ。だが、取り込み中だ。代理人を通してもらおう。いいかな、マネーメーカーくん。あ、これがマネーメーカーね。ここ、牛耳ってるボス的なやつ。てめえは、昔はよく泣かしてやったな。美しい思い出ってやつだ。どんな手を使ったか知らんが、そこそこ出世したじゃねえか。過去なんぞ関係あるか。お前はもうよそ者だ。ぶっ殺して格の違いを見せてやる。とりあえずマネーメーカーの情報見るかな。弱すぎんか。攻撃力が10で防御力が10。
あ、これ余裕だね。 SP も溜まってるし、ちょっとスキル使う？デッドアイ。あ、ワンパンでいけましたわ。ボス的なやつだからめちゃめちゃ強いと思ったら割とすぐ倒せたね。お、装備もゲット。あ、DJ してんね、マキコ。DJ というか、ラッパーか。マイホーミーバニラ、ルーレスアンドマーシレス。お前らをエリミネイト。権限はアンリミテッド。新オーナーの経営判断だ。文句あるか。文句があるやつはいないみたいだな。少なくとも口が利ける状態のやつは残ってね。これでお前のシャングリラだ、マチコ。満場一致だぜ。ボス。ボスはやめろ。ギャングの仕事はしねえと言ったろ。角部屋を使わせろよ。お前ら兄弟への貸しで家が建つレベルだぜ。敵チケット。広いね、ここ。さっきのシャングリラの2階ってことだよね。めっちゃ広いね。メインマップではどこでもセーブが可能だ。それ以外の場所ではセーブ可能な場所が制限される。セーブ可能な場所に接近するとセーブ可能と表示される。あ、そうなんだ。今ベッドのとこがセーブ可能ってなってるね。あ、バニラちゃんタバコ吸うんだね。似合うわ。じゃあ出るかな。おはようボス、よく眠れましたか。いちいち指摘するのもめんどくさくなってきたなという顔。それでですね、ビジネスの話なんすけど、会社を立ち上げることにしたんすよ。ここはスタジオもあるし、アーティストも揃えばすぐにレコードだって。そうそう、ウエストサイドの大物にあやかって、レーベルはマーシレスと。なんか有名な方なんかな、マーシレスって、ヒップホップ界では。待て、ちょい待て。私はやらないからな。ええ、そりゃもちろん、ボスは暴力担当すからね。お前、あれだな。放っておくと、際限なく調子に乗るタイプだな。じゃあ、探索する？部屋汚ねえな。ゴミ袋。めちゃ溜まってんじゃん。ゴミ箱ないタイプ、これ。袋にそのままぶち込んでんのかな。ここは？あ、椅子に座れんね。あ、くつろげんのか。なんか天井にファンついてる。おしゃれ。めっちゃ部屋広くない？ここは？あ、ここにも部屋あんのね。めっちゃ寝泊まりできるじゃん。あ、トイレとか。ここでレコーディングすんのかな。最悪のギャングで詐欺師文句ないやつは。給料にもしたいもなんちゃらかんちゃら。あ、やっぱマチコラップも歌えるんだ。すごい。才能あるね。でもバニラは暴力担当ね。ボスだもんね。一回出る？ここはキッチンなんだ。ビーフ？それともビーフ？さもなくば、ビーフか。ビーフしかねえやないかい。あれ？こいつら、襲撃の夜にいたラッパーか？ええ、アイモは下手くそでしたけど、スキル自体はあるんすよ。私がプロデュースして、マーシレスからデビューさせるよです。へえ、いろいろ考えてんだな。なるほどね。こうやってなんか、育成とかもやんのかな。さて、まずは車をどうにかしねえとな。業者を呼んであります。行きましょう。車のところに行け。右上だね。あー、ホットドッグ食べちゃった。今お金が左下に出てる。48ドルかな。ちょっとお金大切に使いたいんだけど。こりゃ結構かかりますて。修理代9000ドルってとこですがね。音と次第によっちゃ半額に負けてもいい。48ドルしか持ってないんだけど。フィッシュベッドタウンサードストリートの裏通りに
トンチャックって男がいるんだが、こいつがとんでもない詐欺師でしてね、足の2、3本も折ってもらえりゃ足のダインも下がる。よろしくお願いしますよ。あ、依頼あるからなんか修理してくれるのかな。ああ、そういや最近あの辺り本土のヤクザがうろついてるんで気をつけてください。地下街への階段からフェッシュベッドタウンへ向かい、ポンチャックを探せ。これがミッションなのかな。じゃあとりあえず依頼をこなせばいいのかな。フィッシュベッドタウンも随分物騒になったみたいですね。本格的にヤクザとドンパチするには今の装備だと足りないな。え、そうなの？なんか買わないといけないのかな。チェックポイント通過。なんか変えたりすんのかな。ここはなんか武器売ってそうだね。露天商って書いてる？客か？買う。あーでも45ドルしかない。なんか売れるやつあったっけ？ガンズ。いくらで売れるんだろう。あ、50ドルか。一回売る？これ使ってないし。え、なんか買えるアイテムないかな。98ドルで買えるやつは靴？あー、まだいいかな。でも一回負けたらまた帰ってくるか。待ってね、装備整える。さっきマネーメーカーがなんか落としたから靴持ってなかったっけ。あー、もう装備してんのかな。ギアは？ギアも装備。これは自動装備。あ、変わんないね。中国語かな。いろんな国の人がいるのかな。じゃあフィッシュベッドタウン行くか。戦闘マップでは決定ボタンを押すとピストルを発射できる。はい、そうなんだ。右？これなんだろう。あー、ギアを、フラグメントキーで、宝箱的なやつを開けんのかな？オッケー。ああ、めっちゃ武器取れるじゃん。装備、装備、装備。ああ、どうだろうね。攻撃力下がるね。やめとくか。あ、間違えちゃった。ここね。靴強い。これにしよう。で、マチコは？マチコは銃変えて、足も変えて、ギアはそのままでいいかな？緑のところに行けばいいんだよね、きっと。サードストリートの裏筋、ここだな。あ、銃逆側で行っちゃった。マチコの固有スキルは、毎ターン自動的にバフを付与する。付与するバフを切り替えるトランジションと、切り替えによって異なる強力な効果を発揮する。ゲットブラスターをうまく使おう。あ、これ ?SP 時間増加。へぇー。とりあえず敵の情報を見るか。ヤクザアサシン、ヤクザソルジャー A、B。あー、アサシンが一番攻撃力が高いんだね。アサシンからやっつけるか。戦う。アサルトライフル。マチコのスキルはトランジションで変えるんだね。ヒートアップと何があるんだろうね。一回トランジションで変えてみるか。チルアウト。あ、HP プラスか。今は HP はいいかな。二つだけかな。ヒートアップだもんね。これでいいか、一旦。じゃあ、サルトライフル。あー、強い、銃。マチコとバニラなんか、めちゃ強くなってない？装備か？じゃあ、もう一回叩けばもう、やられそうだよね。やられそうだよね。やれそうだよね。いけるか？あー、意外としぶといな。
もう一回やればいけるかな。いけー、よーし、サグライフ。あ、マチコレベルアップ。フラグメントキーが1と、了解了解。ピストルの弾が当たると一部を除いた敵はスタン状態になる。この間に敵に接近すると SP が 50% 上昇した状態で戦闘を開始できる。短い時間だが動きも止まるので戦闘を回避したい時にも利用できる。へー。敵見つけたら撃てばいいんかな。やってみよう。ちょっと。あ、今ってことか。あ、なるほどね。じゃあやっていきますか。スキル使うかデッドアイで、マチコは普通にアサルトライフルでアサスタ。おお、スキル超強い。バニラめちゃ強いじゃん。雷鳴ってんね。なんか属性攻撃できるのかな。属性攻撃もできて、連射もできるって最強じゃん。アサルトライフルで。もうこれで倒せんじゃない？あ、いけたね。よーし。あ、バニラレベル3。お金は全然増えない。せっかくだからもう一匹取っか。あ、もうバニラはスキル使えるね。デッドアイで。マチコは普通に戦う。あ、強い。バニラ強い。あ、炎になってんね。弱点、あ、弱点と耐性属性があるから、こいつは炎に弱いんだろうね。では、アサルトライフルで、ちょっとマチコのスキル見てみたいよね。レスキューは、回復。蘇らせる。もうゲットブラスター使ってみたいね。次の戦闘で使うかな。まだ SP が溜まってるからね。もうちょっと溜めたいよね。全部まで溜めたいな。よーし。いいね。いい感じ。あと一匹ね。あれも倒すか。あ、待って、近い。よし。SP50、50になってんね。バニラはスキル使わせて、マチコは普通に銃で倒すかな。あ。食らったし、マチコのスキルちょっと見たいよね。マチコ、ああ、足りない、SP。マジか。くそー。次、あーあと2か。でも倒せちゃうからな。また今度だな。よーし。時間の無駄だったな。あ、バニラがレベル4。あ、結構サクッと上がるね。ちょっと待ってよ。うんうん。やつらもサクッといけそうだな。デッドアイで、アサルトライすると。セーブ劇っぽい音いいね。ショーダウン。はい。いけいけ。あ、スキルじゃなくてアサルトライフル。これでいけんじゃない？よーし。これでここ開けられるのかな。GW416。下にもいるね。ここのマップって結構広いよね。どこまであるんだろう。あ、でも下行けるね。平和食堂とか。おー、フラッ
ラグの時の消費で開けて、さっき拾った銃は強いのかな、見るか。あ、強いけど相談数が少ないとかあるんだね。はいはい、117と167。ラージホロー VKMS、 これ持たせようか。マチコはって相談数45だもんね。でもこっちにするかな。若干相談数下がるけど攻撃力上がるし、靴も大丈夫だからこれでいいかな。緑の丸のところに向かうか。あ、宝箱めっちゃもらうな。待って、また装備と。あ、でもまあ変えなくていいかな。靴は変えるか。となればマチコの靴もお下がりを使うと。はいはい、へいへい、じゃあ行きますか。ちょっとそろそろボス倒しに行こうか。強いんかなボス。詐欺師って言ってたよねポンチャック。なんだお前ら、詐欺師のポンチャックだな。悪いがお前の言い分は聞かないぜ。注意、ポンチャックは回避率が非常に高い。スキルによる攻撃は回避率を無視して 100% 命中する。じゃあスキルを使って倒していけばいいのかな。ていうか、はい、情報見るか。どんなやつなのか。攻撃力と防御力、めっちゃ低いね。俊敏性だけ高い。HP もやたらある。こいつ今まで戦わずして生きてきたんだろうね。戦わずして詐欺してこう、うまい具合に人生生きてきたんだろうね。いやー、そういう生き方もあるね。じゃあ戦うか。アサルトライフル。誰に雇われた？いや、君恨まれてんだよ。何したのよ、逆に。アサルトライフルでやってる。いや、食らうやないかい。意外と食らうな。もっとなんか避けまくって全然攻撃当たらないとかなると思ったら意外と当たるやないかい。スキルもまだ使わなくていいかな。アサルトライフル。凍結してるのかな。あー、意外とボスが弱いな。あ、マチコがレベルアップしたね。あ、スプレッドネイル。あ、強いのかなこの銃は。畜生、誰の差し金だ。死を招く巨獣か、暁の騎士団か。知らねえ名前のギャグだが、あちこちから狙われてんだな。案外大物だったか。ギャング、何言ってんだ。クランだよ。フォーチューンオンラインのネットゲームさ。あ、全くどこから住所がバレたんだ。そういや、あんたら詐欺がどうこう言ってたな。ってことは正義士、ディーン・フリードの野郎だな。最近、詐欺にはめたやつはあいつしかいねえ。あ、現実じゃなくて、ネット世界のゲームで詐欺してんだ、このポンチャック。なんだって？ソーエンタル・ミラージュの宝剣プラス16は返すよ。邪竜・ガイファイヤーがそう言っていたとあの野郎に伝えてくれ。すごい中二病っぽい名前。邪竜ガイファイヤーって。強いんかな、ゲームの世界では。ユニーク武器を手に入れた。多くの敵から特殊な効果を持った武器をドロップするチャンスがある。へぇ。あ、じゃあこういうボスっぽいキャラ倒すともらえるのかな。ほとぼりが冷めればでしばらくフォーチュンゲームやらないって言ってたね。あ、フラグメントキーがないから開けられないな。とりあえずこことここ開けるか。これ絶対強い武器入ってんじゃん。うわ、さっき宝箱開けすぎたかな。また溜まったら来るか覚えとこう。
なんか左下に青い光があるから、そっちもちょっと見てみたいんだよね。あ、敵。準備しとく。この辺の敵は大概弱いことが分かったから、スキルでもバシバシ倒していくか。いやー、強いね。はい。あと一回で倒せるかなあ、いけたね。いい石が浮かんだっす。フラグメント機1。あー、まだ足りないな。あと1匹かな、残りは。ここもスキルを使って。スーパーイ。早い。で、あと2匹いるから倒せるかな、これ。あ、バニラスキル使えるのか。スキル使うか。で、マチコは普通に強いで。いやー、強いね、バニラちゃん。キャラ的にちゃん呼びしない方がいいのかな、バニラ。ヤクザ・スティンガー。ヤクザの銃。なんか青い光。これなんだろうね。犬って書いてる。犬ちゃん、かわいい。飼おうぜ。話が早すぎる。なんだよ、不服か？ちゃんと世話できるんすか？意外と大変なんすよ。生き物を飼うっていうのは。確かにね。子供の頃とかめちゃめちゃ動物欲しいって思ってたけど。結局、ハムスターとか買っても、世話するの親だったりするしね。え？世話するのはお前に決まってんだろ？あー、マチコちゃんもそのお母さん役か。ボウ君かよ。上には逆らえないね。犬をフィッシュベッドタウンの入り口まで連れ帰れ。はい。これが新しいミッションかな。あ、犬、行くぞー。これ何犬なんだろう？チワワかな？耳立ってるし、チワワっぽいよね。はい、で、犬。あ、もしかしてこれ敵がいたら、あれかな。犬やられたりすんのかな、敵に。この犬何歩か進んだらめっちゃワンワンって吠えて止まるね。ゆっくり行かないといけないのか。いや、これ歩けないんだよね。ちょくちょく様子見ながら、上に行くしかないね。なんか犬と遊ぼうみたいなミニゲームあったりすんのかな？このワンちゃんは、シャングリラの、基地のとこで飼うのかな？室内外かな？いやー、遅いぞー。走れ、ワンコ。これは上かな？ワンコ、走れ。ご貴族か、お前は。走るんだ。そんなおしとやかに歩かなくていいんだぞ。走っていいんだぞ。サービスするわよ。いや、大丈夫です。はい、行くぞ。ここね、上ね。よーし。よーしよし、いい子だ。これで文句ねえな。何がこれでなのか意味不明ですけど、しょうがないっすね。あ、キッチンについてるね。名前なんて言うんだろう。あ、今からつけるのか。名前をつけないとな。どうする？お、自分でつけられるの？何にしよう。ページ。お、いろんな文字ある。どうしようかな。ワンコにするか。ワンコ。
パンか。W と A が被ってんな。見づら。あ、ここだとちゃんとしてる。ワンコに決めていいですか？ほーい。よーし、お前はワンコだ。いい名前だろ？ワンコ。はーい。いいね、ペットを飼える。これなんか猫ちゃんとかいろんな動物出てきたりしないんかな。いやー、でもワンコ飼えるっていいね。じゃあ一旦今日はここまでにしようかな。はーい。あ、ワンコ、ワンコ、ハートが出てる、かわいいね。じゃあ今回はここまで。で、セーブして終わるか。はい、セーブと。じゃあ次回からまたオレンジブラッド進めていきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。では。